正直言って富樫さんのせいです。おー、なるほど。采配ミスの原因は選手たちにもあります。サイズとか重さがあるセンターバックっていうのは日本で育てていかないといけないね。だから個の能力レベルって言ったらもう他の方だ。良くも悪くも松木じゃないですか。基本技術が A 代表レベルじゃない。さて河合さん、まず日本がグループステージ敗退してしまったアンダー20ワールドカップ、率直な感想を。力不足一言で。一言で、はい。まあまあ、もちろん勝機はあったし、うん、落とし穴みたいな感じだったんですけど、うん、まあまあ、こう総括してみるとやっぱりいろんな課題はあったなと、うん、はい。それをね、まあ、ここで敗退してしまったメンバーは、まあ、ニコ君以外は上の世代で、はいはい、やっていくしかないと。そのパリだったり A 代表に向けてそのリベンジしていくしかないと、うん、そのためにね、所属チームでまず頑張るっていうのはありますけど、うん、ただこのアンダー代表としてのこの位置づけだったりとか、うん、やっぱりもっとこう取り組むべきことっていうのもまあ見えた大会になってるかなと、うん。まあ、もちろんこう決勝まで本当はしっかり見届けて、うん、その上でやっぱそのファイナルってすごい熱量なんで、はい、大体どの大会でも僕はこう決勝まで基本的に総括はしないようにしてるんですよ。なるべく。あ、なるほどね、はい、大会全体が見えてくる、はい、なので、まあ、現時点での、はい、はい、総括というか、そうですね、日本の見えた課題みたいなのを語れればなと思いますね、うん。ちょっと第一から聞いた話ですけど、河合さん、やはり日本が敗れた直後、うん、ちょっとショックだったっていう感じだったんですよね。それはそうですよね、うん、はい、もちろん。いや、なんか結構客観的にも見れるスタンスでもいらっしゃるのかなと思って、やっぱりそういう方でも、うん、やっぱ僕もそうだったけど、はい、やっぱり結構なんかぐさっとくる負け方だったなと思っていて、うん、まあ、根本としてこの職業をやってる理由が、うん、生きてるうちにワールドカップ優勝を見たいと、うん、できれば立ち会いたいと、うん、はいはい、いうのがあるの で2050年のワールドカップ優勝っていうのは日本代表歌ってますが、うんうん、それまで僕が生きてるか分かんないし、うん、大丈夫です大丈夫です。まあまあ、でもやっぱりしっかり取材できる時にやっぱ立ち会いたいからやってるので、うん、だこういう安泰な大会でもやっぱ敗退した時のショックっていうのは計り知れないし、うんうん、もちろん客観視するところもあるけれども、でもやっぱりある意味日本代表の番記者でもあるっていう、うん、はい、だからまあジャーナリストとしてのなんかあり方みたいないろいろ言われますけど、うん、でもやっぱりスポーツなんで、うんうん、まあ、基本的にはやっぱり勝ってほしいっていう思い、うんうん、はい、ある中で のただいわゆるこうなんだか 評価の忖度はしない、うん、注目の忖度はするけど、うん、評価の忖度はしないっていうスタンスなんで、うん、はい、だその意味で言うとやっぱり悔しかったですね、うん。大地はどうだった、イスラエル戦に敗れた直後は、はい、もちろんまだ決勝トーナメントに行く可能性はあったけど、うん、かなり奇跡が起こらないと厳しいかなという状況、はい、うんうん、それも踏まえてどうだったの、イスラエル戦の敗戦。そうですね、なんかそのいわゆるあれって最後耐えるような雰囲気ではあるじゃないですか、うん、でもなんか交代カードを見る限り引いて守ろよっていう交代カードでなかったじゃないですか、うん、あれってだからなんかそこの辺のなんか旗から見ててもどっちなんだろうっていうのがちょっと分かりにくかったし、うんうん、その交代カードはどっちかっていうと相手が一人少なかったことも含めて前にボール持ってって自陣のゴールから遠ざけようよっていう話だったはずなんだけど結局引いた感じになっちゃったんで、そうなるとちょっとこっちから見せてもそうだしやってる本人たちもそのどっち側に振り切ればいいのかっていうのはちょっと難しかったのかなっていうのは思いましたけどね、見てると。実際イスラエル戦後、富樫監督がやっぱりマネージメントにね、うん、ちょっと後悔が残るというコメントをおっしゃってました、うん、はい、どうでしょうこのマネージメントについて、河合さん、まあ、正直言って、富樫さんのせいです。おお、なるほど。ただ富樫さんのせいっていうのはイコール富樫さんが期待したほど選手たちが発揮できなかった、うん、なるほど。要するに攻撃を持って攻撃を制すっていうところの、あのメッセージがあったと思うんですよ、うん、やっぱり守りに入りすぎるなと、うん、しっかり攻めながらあのリスクマネジメントしながらやれと、うん、はい、だそれにやっぱり投入された選手たちが応えられなかったなって、うん、あの要するにイスラエルに対する圧になれなかった、うん、裏返しをできなかった。だからここはあのやっぱまあこう振り返ればトータルして、まあ、富樫さんの采配ミスってなるんですけど、うん、その采配ミスの原因は選手たちにもありますね、うん、本当にあの国内の、ね、活動を見ていて練習試合とか見ているのもやはりあえて富樫監督は、うん、
ベンチから指示を出さず、うん、でここは選手たちがどう考えるかを見たいし、はい、試したっていうこともやっぱ言われてる時があってね、うん、やっぱ加谷さんおっしゃる通りやはり監督の采配だけじゃなく、うん、選手のそういうなんか駆け引きの仕方だったり、はい、やっぱそういうところにもなんか範囲はあるんだろうなとはやっぱ思いますね、うんうんうん、そうですね。だからこれがねもう A 代表だったら本当に富樫さんはもうこの大会即更迭みたいな、うん、レベルですけど、やっぱりこう育成でもあるので、うん、やっぱりそこをどういうふうに選手たちの成長につなげていくかっていうところと同時にやんなきゃいけない、うんうん、でプラスやっぱりこうこの世界を取りに行くっていうその世界一を取るんだっていうその選手たちのモチベーションに従ってやっぱりこう指揮をしてたと思うので、そこはちょっと期待値をちょっと引き上げすぎたかなって、はい、なるほどね、その切っていくカードに対しても、はいはいはい、うん、まあ、彼らがやっぱその攻撃力を出すことによって、うん、そのイスラエルをしっかり削いでいくんだと、うん、まあ、数的優位だったのもあるし、ね、はい、攻撃力でもっと本当にあの圧力をかけられれば、うん、まあ、追加点とは言わないまでもイスラエルが攻めたくても攻められない状態っていうのを作れたと思うんですよ。敵陣にずっといる状況を作れましたよね、はい、うん、だから最後の局面だけで言ったら、ね、もちろん自陣での守備のタイトさがなかった集中力っていう風に、うん、あの言及されちゃうんですけど、もっと本質的なところでやっぱりその攻撃のパンチ力のなさ、うん、はい、っていうのがもうあそこにも凝縮されたかなって思いますね、うん、この大会通してのパンチ力のなさが、そうっすね、はい、突き詰めるとね、うん、だからデータで言うと今大会の3試合の、いわゆる決定機っていう風に判定されるのが PK しかなかったんですよ、うん、はい、他は、まあ、セットプレーだったっていうところも含めて、うん、まあ、そんなに決定機って判定されるような、うん、チャンスじゃなかったと、うん、っていうことを考えると、やっぱそもそもそのシュートチャンスすらほぼ作れてなかったっていうことじゃないですか。そこは結構大きいですよね、やっぱりね、うん、そうですね、うん、だから結局だから大会通して一応点取ってるんですけど、その PK とあとリスタート、はい、はい、その松木選手がね外してしまった PK も含めて、うんうん、やっぱそこだけなんですよね、うん、はい、だからリスタートのデザインは本当に良くなってます。そうですね。あれは良かったですね。だからやっぱり日本代表で一つ今回評価できるのは、うん、そのテクニカルスタッフ含めて、うん、ものすごくそういうなんかデザインっていうのが、うん、そのスローインからのスタートとか含めてもものすごい良くなってるんですよ、うん、だから全てが全て悪いわけじゃなくて、うん、あの本当にあの今後のにつながっていくようなところって、その日本の組織力、うん、やっぱりあの田嶋幸三会長が親善試合でアメリカとやった時にA 代表でもスタッフ50人ぐらいいたと、はいはい、アメリカね、それに結構衝撃受けたと、うんうんうん、で、まあ、結果見るとね一応こう日本のなんか解消みたいになってますけど、うん、だけどあの時にやっぱりそのアメリカのその体制見て、はい、これはやっぱりこうしっかりしていかなきゃいけないなって、うん、で今 A 代表でもこう、まあ、マッサーとかね、マッサーとかトレーナーとかっていうのもこう増やしたりとかいろいろやってますけど、うん、まあ、まだまだ足りないと、でそれをこうアンダーにまでこう下げてしっかりそういうテクニカルスタッフとかの分析面だ、そういうところもしっかりこう体系化してやっていくんだっていうのをあの今やっぱりこうやってる中の一つの成果が あやってリスタートの部分で出たと思うし、うんうん、ただだそこにねやっぱりこうもっとね流れの中でのなんか中身っていうのはね、うん、伴ってなかったなっていうのはちょっと残念ですよね、はい、やはり流れの中でちょっと攻撃の形が作れなかったっていう点に言及すれば、うん、はい、やはりこのセンターフォワード、うん、やっぱ、熊田選手、坂本選手、福田選手ため、あの、うん、出ましたけど、はい、いずれもねなんというか、まあ、一言で言うと物足りなかったなっていう印象がありました ね、はい、その点どうですか。だからまああの環境面っていうのももちろんその国際経験だったり、うん、いろんな部分であったと思うんですけど、うん、でもねやっぱりねあの個の力、うん、はい、でこれはまあ彼らだけじゃなくてそこをあのサポートしていく後ろの選手も含めてですけど、うん、ここでもっともっとこういわゆる基本的な強度、うんうん、っていうのを上げていかないといけないなっていうのは、うん、思いましたね、はい、だ強度ってとこで言うと、まあ、結構強度ってメンタルとかにも結構反映されてくるとかってするじゃないですか、うん、はいはい、で田中隼人選手が、うん、イスラエル戦終わった後に、うん、やっぱちょっとマインドがかなり敵とは打ち違ったと、うん、でそれに対して僕たちが引いてしまったし、うん、正直びっくりしちゃいましたみたいなことを言ってて、だからそこって要するにその例えばイスラエルとかとやった時もその相手のその圧力みたいなところにちょっとこう引いてしまった部分があるんだと思うんですよね、うん、びっくりして、はい、あーってなっちゃったっていう、
この言葉はちょっと結構重いなと思って個人的には。その、まあ、技術だったり戦術だったりって前の段階の話ですね、うん、それって。そうだよね。そう、うん、だからなんかそこの、まあ、コロンビアだったりイスラエルだったりでやる中で、うん、それは選手たちが感じたことだったみたいなんで、うん、はい、まあ、なんかそれこ その国際経験が少ないとかもちろんありますけど、それは結構相手も同じだったりとかもするんで、うん、なんかその辺は重いなと思いました、うん、はい、でやっぱりこの逆転負けが2つ、うん、はい、1度ならず2度、うん、ここってやっぱり偶然ではなく、うん、必然と捉えてもいいのかなという見方もできると個人的には思ってるんですが、うん、どうですかこの今の、ね、マインドの話も含めて、はい、そうですね、うん、あのやっぱりこうピンチになった時に、まあ、引けてしまうっていうのは、うん、もう本当にこう全て通じてありましたね、うんうん、あともう一つやっぱりこうミスマッチを裏返すっていうマインドも足んなかった。あ、はい、当然相手も交代カードを切ってきたりとか、うん、特徴の違う、うん、やっぱりこうリーグ戦とかと違って本当にこう分かんない選手も出てくる、はい、でもその時に逆に自分たちも相手にとって分からないんだっていう風にやっぱり裏返しで、うん、あのミスマッチって相手にとって そのチャンスでもあるけどこっちにとってのチャンスもあるんですよ、うんうん、はい、その発想っていうのがやっぱちょっとないっていうか、ね、不足していて、その場でやっぱりこうあのどっちかっていうと引けてしまう側、うん、でここでうまくはまらないから、うん、じゃあどうしようってもう固めるしかないとか、うん、で攻めに行くために出されてる選手がそういう風になって引いてしまうとか、うんうん、なるほどね、うん、そうですね、はい、イスラエル戦まさにそうでしたね。そうですね、はい、だ本来ならセネガルとの初戦、うん、相手はもうアフリカ最強と言われ、はい、ちょっと日本不利かなと思われながらも、うん、完封勝利、はい、ここで本来ならチームって勢いづくのかなと思ったんですけど、うん、やっぱその勢いも今回結果にはね、うん、結びつかなかったんですよね。そうですね、まあ、あのセネガル戦でもやっぱりこう振り返ると、まあ、体張ってたシーンはありましたけど、うん、でも結構やっぱり後手後手の中で、うん、相手にちょっと助けられたところもあって、うん、あれが2試合目3試合目だったら果たしてセネガルに勝てたかどうかってちょっと、なるほどね、うん、あの怪しいところもやっぱあって、まあもちろんその大会なんでどんな形でも一度こう勝利して、うん、それで乗っていければあの良かったのかもしれないですけど、もう初戦の時点でも結構そのウィークは見えてたかなっていうのはありますね。だそこをセネガルが利用できなかったっていう風な言い方をしても良かったかなと思うんで、うん、なるほどね、やっぱり第一言う通り結構マインドの弱さって言ったら言い過ぎかもしれないけど、うん、そういう部分は出たのかもしれないね。あ、その戦っていく部分ですよね、うん、その勝負なので、うん、やっぱ戦っていく部分がかなりその技術だったり戦術に反映していくものだと思うんで、うん、スポーツはやっぱりなんかだからその辺 の、 その、まあ、特に、まあ、イスラエルはちょっとあれでしたけどやっぱコロンビアとか見てるとその部分がかなりこうでかいというか、はい、その落ち着きだったりとか、はい、そのもちろんアスプリージャめちゃめちゃうまいねとか、うん、そういうのもありましたけど、うん、それ以上にアスプリージャってうまいとか速いとか以上にボールを持った時 の、 あの落ち着きとか、うん、そうですね、そのああいうところがやっぱ差になるなっていうふうには最終的には思っちゃったりとかするんですよね、はい、やっぱりそうですね、うん、はい、今回一つ気になったのはロールモデルコーチとして、はい、内田篤人さんが入っていた、うん、はい、これまでとはスタッフ体制で違うところで、はい、じゃあどのようなやっぱ影響が、うん、出るのかなと思ってやっぱり今度は僕楽しみに見てたんですけど、はいはい、結構やっぱりあれだけヨーロッパのサッカーを経験しているのでいろんな選手に多分アドバイスしていたし、ね、内田さんからこういうことを聞いたっていうコメントも聞いているし、それがどれだけこういう戦う場に還元されるのかなと思ったんですけど、なんか今回は少しなんか物足りない印象もなんかね、まあでもあの薄まったとは思うんですよね。まあなるほど、はい、あの要するにハードルを超えるほどの効果があったかどうかはともかく、うん、なるほどね、あのプラスにはなってると思いますね、うんうん、一個一個の判断材料が増えたとか、はい、うん、あ例えば何でもかんでもこう近くに出してたのを一回遠くに見て出すっていうその、はい、うん、あのサイドチェンジにしてもしっかりゴールからの逆算で目的を持ってするとか、うんうん、そういうなんか基準っていうのはすごいあのやっぱり内田篤人さんとか中村健吾さんとか与えてくれるので、うん、はい、間違いなくプラスだと思うんですけども、うん、ただそれだけじゃ足んないっていうのは、まあ、そうですね、はい、やっぱりこう試合を重ねていく中でしか経験できない、うんうん、高められないことだったりとかそういうのを含めてですね、ただ本当どこの国も今回手探りだったと思うんで、そうですね、日本
の言い訳材料だけ探せばもういっぱいあるんですけどでもそれはやっぱ世界も同じだよっていうのは言いたいですよね、うん、今回はね、はい、ちなみに河合さんがもし今回のアンダー20日本代表でこうまあ MVP って言ったらちょっとねグループリーグステージで何言ってんだって言われるかもしれないですが、一番こう印象に残った選手誰ですか。でもまあ良くも悪くも松木じゃないですか。なるほど、なるほど、はい、やっぱりなんかねこう追ってる部分があるっていうか、その世代のこうやっぱ中核の選手っているじゃないですか必ずどこでも、うんうん、はい、だからまあ今回はそのなんかメディアがどうとかその記事のヒット数がどうとか関係なく、うん、やっぱ松木玖生っていう選手は、うんうん、そういうのをこう追う立場、うんうん、はい、としてやっぱりこう、まあ、今回のチームの象徴だったんじゃないかなというのを思います。うん、はい、第一は？そうですね、まあ、松木選手に関してはやっぱりその彼の良さと悪と課題両方見えたと思うんで、うん、その意味ではその彼にとってはすごくさらに成長する上でのいい機会だったなと思いますし、うん、あとはどうなんですかね、まあ、やっぱりチェイス・アンリ選手は当初の予想よりも僕はかなり、うん、成長の跡を感じたので、うん、はい、やっぱり彼がチェイス・アンリ選手ぐらい の, そのサイズとか重さがあるセンターバックっていうのは日本で育ててからがいけないね、うん、とこだと思いますんで、まあ、今後に向けて、うん、このね来シーズンドイツでどういう立ち位置になるか分かんないですけど、うん、そういうとこは期待したいなというふうに思いましたけどね、やっぱりね、うん、はい、松木選手に関してはやっぱり FC 東京の試合も見てて今季伸びてるなと思ったらやっぱり守備のところ、はいはい、やはりゴール前までのそのどこで守ればこのピンチしのげるかなっていう予測の部分はある程度良かったなと思っていて、やっぱりちょっと足りないかなと思ったのは攻撃のちょっと前線でここでボールを収めてほしいってところとかでちょっとこうトラップミスしたり、はい、ちょっとあの辺の精度が例えばコロンビア代表 の, アスプリージャ選手とかと比較するとちょっと足りてないのかなって印象は受けて、やはり本人も今季リーグ戦始まる前やっぱ得点とアシストにこだわりたいっていうところ、やはりそこはやはり今後突き詰めてほしいなとは思いましたね。だから基本技術が正直A 代表レベルじゃない、うん、まあ、A 代表とか待望したりとか、まあ、パリは、ね、もちろん飛び級でもうこれまで何度も呼ばれてるんであれですけど、うん、じゃあその本当に主力になっていくかっていうところを含めて考えた時に、うん、やっぱりその技術面、うん、それとその技術に伴うその局面の判断、うん、っていうところが本当にこうだからなんていうかなこう勝ちに行ったりするメンタリティとか本当逆境の時に何とかしようぜっていうメンタルは多分一番持ってるんですけど、うん、 そうですね、そういうことではなく本当にそのアスプリージャみたいな、うん、本当ここの時にこうどうするっていう落ち着きみたいなところ、うんうん、落ち着きってやっぱり技術の正確性から出てくると思うんですよ、うん、久保建英さんとか見ててもそうしかりね、はい、余裕ですよねやっぱりね、うん、だからそうですね究極言えばメッシですけど、うん、やっぱだからそういう部分でのところでやっぱりどうしてもこう視野が下に落ちてしまうから、うん、やっぱこう寄せられてしまうとかってことになってくる、うん、でトラップがやっぱこう大きくなりそうになるから小さくしようとするとじゃあ何のためにそこに止めるのかが分からなくなってしまうっていうことの積み重ねなんで、だそのそういう次元で言ったらやっぱり山根陸の正確性っていうか基本的な高さっていうのはすごく、はい、目立ちましたね。あと その意味で言うとやっぱ佐野光大、はい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 、このスペックの高さっていうのは、うん、ちょっとねやっぱこのなんだろうなそういうなんかこのチームの象徴っていう意味では松木玖生だったと思いますけど、うんうん、だから個の能力レベルで言ったらもう佐野光大確かに、うん、こっからだからパリ五輪それから A 代表本当まあ、佐野海舟選手もいますけど、うん、お兄さんの、はい、本当にちょっと兄弟 A 代表って実現するんじゃないかなって、うん、ちょっと思うようなものをこの中でも見せてくれている、うん、ああちょっとなんかねこのチームの中でだからあんまり勝ち上がってないんで正直上げたくないですよ、まあ、なるほどインフレさせたくないんですけど、うん、でも強いて上げるんであればやっぱちょっと佐野光大がこの中では、まあ、確かに技術とね、はい、判断力はかなり光ってましたよね飛び抜けてるんじゃないかなっていう、うん、その立ち位置として松木選手よりも一歩引いたようなところにありましたけど、うんうん、でももうなんか能力のスペックの高さはちょっとなんかこのチームの中では、はい、ちょっと抜けてるのかなっていうふうには思いましたね。